チャオ、こんにちは。ロマルココです。今回も日本の実家から動画を発信しております。残すところ日本滞在が数日になってしまいました。なんかね、この時期ね、すごい悲しい気分になるのよ。日本にいたい気持ちもあるんだけど、向こうにね、ローマにも家族がいるから、やっぱり帰らなきゃっていう気持ちもあって、すごくね、なんかここにいて幸せなんだけど、でもちょっと悲しい気持ちになる時期です。で、そんな時期にやらなきゃいけないのがパッキング。こっちで買ったものをすべてパッキングして持って帰りたいから、もうどれだけのものを持って帰れるかをこう一生懸命うまく入れる作業をする時期です。でね、大抵、出国2日ぐらい前に私パッキングするんだけど、今回はもう2週間くらい前からもう段ボール箱を買っておいて、で、その中にすべて買ったものを入れていっています。で、まあそれがね、いっぱいになっちゃったらもう持ち帰れない。うん、だからある意味基準として、うん、段ボール箱を早めに買っといたんだけど、もう今ね、適当に入ってるんで、まあそれを全部取り出して、もう一度一から入れていきたいと思います。でね、やっぱり、日本ですごくいいものってあるから、これだけは絶対に持って帰りたいとかっていうものがあるんですよね。で、そんなものを皆さんにご紹介しながらパッキングするんで、ご覧になってみてください。それでは、パッキング、スタート!こちらね、持って帰るものを皆さんにご紹介したいと思うんだけど、だいたいね、段ボールの一番下は柔らかいものでクッションを作ります。でね、これがね、主人のために買ったジャケット。ダウンジャケットではないんだけど、まあ、防寒のジャケットで、ワークマンで買いました。すごい安いのにあったかそうで、結構ね、おしゃれな感じだから、うん、初めてワークマンで物を買ったんだけど、うん、これ、主人のお土産。で、これは、主人の母に、同じワークマンで買ったベスト。うん、これもあったかそうなんで、はい、こちら。で、スキッピーのピーナッツバター。こちらもね、ローマでも、まあ、売ってないことはないんだけどね、ここのところね、見かけないんだよね。でさ、これコストコのだけど、すっごい安いの。もうローマで買うとね、すごい小さい。なんだろう、250か 300ml のやつが、7、8ユーロ今します。1000円近くするの。だから、もうね、これ、重いけど持って帰ります。そして、だから下をクッションにするんで、こういうさ、何?ほこりを取る、ね、こういうやつを下に置いたり、あとこういう、このスポンジすごい落ちるじゃない？で、こういうのを下に敷きます。はい。まだまだあるよ、こういうの。はい。たくさんあって、こういうの下とか上に敷いて、最後は、クッションとして使います。で、はい。まず、この辺から、これコストコの、コーヒー、ヘーゼルナッツバニラかな？のフレーバーで、うん、これさ、なかなかさ、イタリアでは売ってないのよ。イタリアはエスプレッソばっかりだから、うん、こういうね、フレーバーのコーヒーがなくて、でね、粉の、溶けるやつは売ってんだけど、でもこういうドリップ式で使えるものがないから、うん、コストコで買ってきました。そして、これビタミン B 群の、はい、サプリ。そして、これお菓子。これ、この前友達が送ってくれた、ロマママさんが送ってくれたブラックサンダー。で、この辺ちょっとおせんべいです。はい。で、これも友達が送ってくれた、ナッツのお菓子です。で、この辺も全部。あ、これは沖縄の、数珠を作ってくれた人からいただいた黒糖のピーナッツと、こんな感じのお菓子。これは100均に買いました。で、これ、このお化粧落としのこういうのはね、なんかこう、こういうタイプのはイタリアに私売ってないと思うんだよね。いつも私これが好きで、うん、大量に買って帰ります。そしてこういうおむすび山とかね、ちょっとご飯に混ぜればすぐ食べれるこういうの軽くて便利です。それとね、これを100均で買ったんだけど、これほら、何?ヘッドフォンとかね、ケーブルなんかをこう、まとめるやつ。あと、これ、こんなもんなんで買ってくのって思うかもしれませんが、石鹸を乗せるのに、これさ、こう、壁にくっつけられるんだよね、吸盤でね。こういうさ、便利品ってあんまりイタリアになかったりするんで、はい、こういうの買ってきました。そして、
これさ、私一度使ったんだけど、すっごいいいなと思って、一回しか使ったことないけど、よかったので、これをまた買ってきました。角質が取れるやつね。はい、足今、すべすべです。で、これはお友達が、くれたもので、はい、こういう織物の素晴らしい、はい、ものをいただきました。はい。そして、歯ブラシ。歯ブラシってさ、イタリアのみんなどれもさ、こうヘッドが大きいんだよね。で、これさ、カチッって音がするから、あんまりね、強く磨いてると音が出てわかるっていうやついいんじゃないかなと思って買いました。で、これヘッドも小さいし、こういうリーチとかもね、こう小さくてさ、すごい便利なのよ、日本のは。だから、はい、軽いし、これ持って帰ります。あと、この、歯間ブラシ。歯間ブラシも私ね、奥歯が、親知らずの生え方がちょっと悪いので、結構ね、隙間にね、物が溜まるんで、で、普通のね、まっすぐの歯間ブラシじゃ取れないのよ。入らないの。だから、こういう、こうヘッドが曲がったやつじゃないとダメなんで、いつも、大量に買って帰ります。そして、これ、ラップ、ラップ。ラップはさ、西洋のやつはなかなかいいものがなくてね、こんな風に綺麗に切れたり、しっかりしたものってないので、はい、これも持って帰ります。で、これは、まあ、赤すりの 体、磨くものです。それで、あとこれ、メイキャップ落とす、これもね、すごいいいんだよね。イタリアにないかなと思ったら、ニベアかなんかが確か作ってて、まあ、それも良かったんだけど、でもいつもこれ愛用してるので、はい、これ買って帰ります。それと、これもコストコで買ったんだけど、こういうライナーとかナプキンって、日本のものってこうコットンとかさ、なんだろう、肌にすごく優しいやつが多いので、いつも日本から持って帰ります。向こうのってなぜか私ね、あんまり肌に合わないんだよね。で、コーヒーのドリップするための、これペーパーもまずそんなに簡単には見つからないんで、はい、これ買って帰ります。で、これも、お友達にもらった、おせんべい。のまんまさんにもらったおせんべい。なんでこんなもんわざわざと思うけど、なんかね、あんまり気に入った、こういう気に入った、100均のこういう可愛いのも見つからないので、はい、買って帰ります。あと、梅干し、お友達にもらったんで、これも持って帰ります。あと、そうだ、この辺、ちょっと倒れてるけど、母が買ってくれた、シミを、まあ、なくすような、クリーム？フェイシャルクリーム。はい。なんかね、何種類か、これとこれと、はい。買ってもらいました。と、あと、これは、ケイ素かな？なんかちょっと飲み物に入れたりして飲むと、まあ、体の不純物が、出てくっていうやつ。これは結構ずっと使ってます。と、この辺も100均の、まあ、くだらないものなんですが、磁石でくっつく、こう、フック？こういう、なんだろう、便利品っていうのがあんまりイタリアとかってないんだよね。これほら、卵、ゆで卵がパラッとカリッとむける、なんかやつ。と、これも、なんか新しいバッテリーをこう買うより、新しいこの100均のこれを買う方が安いかなと思って1個買ってきます。と、トングとかね。はい。そして、これはお友達に頼まれた、昆布とか、こういったものね。日本のものね。はい。今のところこんな感じかな。はい。これで、あともうちょっとまだね、買いたいんだよね。食料品を。だから、ちょっと詰めてって、どこまで持って帰れるか。はい。試してみます。はい。歯ブラシは、まとめて、こんな感じね。はい。もうテトリス状態だよね。テトリスでもう、どうやってうまくスペースに入れるか。それで、まあ、重さも考えなきゃいけないからね。大変だよね。そうだ、そういえば、体洗うスポンジも買ってきました。どこに何があるかわからなくなってきた。もう、これ神経衰弱状態。よくわかんない。さっきの、こういうのもさ、箱から出して、もうこれだけ持ってこうと思うんだよね。これだけちゃんと写真撮って、使い方とかね、写真を撮って、はい。
ばこんなのも買ったんだ。こんなの、あのなんだっけ、きっとお砂糖とかお塩が固まらないとかいうやつだと思うんだけど、そうだ、これも買ったんだ、100均で傘を入れる袋。以前私傘を盗まれたんで、お店の傘置き場に置いといたら、だからもう傘はこの中に入れてお店の中に一緒に入ります。お友達に頼まれたお茶だけど、これはあら壊れちゃった、これもう箱から出してパッケージをジップロックみたいなのに入れて、それでスペースをなるべく取らないようにして持って帰ります。あれ開かないじゃん、あれこれ開かないよ、これ何これ、これもうダメだね、これね、100均のこのバッグダメだ、開かない、使えない、あこれだけはダメだね、あんまり使えないですね、箱よりはちょっと小さくなると思う。これはクッションとして使えるから、後でクッションとして上に置きます。こういうのもね、こういうのもね、はい、あとはこの辺を食べ物類をどうやって入れるか、はい、まずちょっと今この辺でストップ。まだまだね、パッキングは続くんだけど、前回まだ買ってなかったこの黒糖のかりんとね、これ私大好きなの。だとこれ昆布だし、うちの主人はベジタリアンだからお出汁も昆布だしを使います。でこれがね、主人大好物なのね、このおせんべいっていうんですか、おかきっていうのかな、こういうこれも買ったし、 あとね、乾燥椎茸も買いました。でこの辺はローマに住んでるお友達にお土産で持って帰るお茶漬けとかおにぎりを作れる素と、あとはそうだ、おのりも買いました。おのりは箱の中に箱を入れることで壊れないようにね、持って帰ります。あとはね、何があったかな、あそうだ、主人の母にお薬を入れるこういう箱、日本語だけど、まあいいや。でこの辺は最後上に乗っけるためにクッションのために使うもの、この辺のせんべいもちゃんとしまわないとね、はい。何日間パッキングしてんだって感じだけど、未だに終わりませんで今日午後弟たちが遊びに来てくれて、なんかお土産を持ってきてくるらしいんで、それもこれに入れて、そしたらこの体重計で何キロあるか測って、規定内に収めてテープをして閉じます。で最後にね、これいつも毎年使ってんだけど、これでぐるぐる周りをね巻いていくの。そうするとこうビニールラップされた感じ、になって保護されるんで、はい、これで最後閉じます。ということで、このパッキングが終わったら私の出発準備は OK です。パッキング完了。結構いっぱい入ってるよ。これから口を閉じます。今お土産をもらって、なるべくパッケージも中から取り出して、もうほとんど裸の状態、はい、これで口を閉じます。パッキング完成。もう適当だけど、まあいいや。2人でね、段ボールを運んで車の中に入れてくれます。これ私が手荷物で持ってきたものなんだけど、これはね、段ボールの中に入りきらなかったから手荷物で持ってきたものなのね。どんなものかご紹介します。まずは、これお赤飯、母が作ってくれたものなんだけど、いつもね、日本に帰ると帰ってくるときはこのお赤飯を作ってもらって持ち帰ってきます。でおにぎりにしとくんで、ローマに帰ったらすぐ冷凍して食べたいときに解凍して食べるの、それとこれはね、お友達がくれたお菓子、こういうバームクーヘンのお菓子と、あと栗ドラ、お友達のうちのそばの美味しい和菓子屋さんから買ってきてくれました。そしてこれが空港で買った白い恋人、6箱ぐらい買いました。で、弟たちがプレゼントしてくれたのがこのヨックモックのクッキー。昔はね、主人がこれも大好物で、も必ずこれを買って帰ってたんだけど、この頃空港で簡単に買えるこの
白い恋人が好きになって、うん、こっちを買ってってます、うん、でもこれもすごい大好きよ。それと弟が今単身赴任で大阪に住んでるんですけど、リクロおじさんのチーズケーキっていうのがなんかテレビでやっててね、美味しそうだったから、この前帰ってきた時に買ってきてもらいました。はい、これを持ち帰ります。それとこの下にね、鳩サブレーがあるんだよね、うん、鳩サブレーは弟は今は住んでないけど、弟家族が住んでいる地元のお菓子です、うん、これがこの一番下に大きい箱で入ってます、うん、これ結構重いのよ。空港で持ち歩くのすごい大変なんですけど、フランクフルトの空港すごい大きいから、もうなんか死にそうです、このこれを持ち歩くの。はい、それとねマスクもそういえばここに入ってるんだ。前回の動画でイタリアでは公共交通機関に乗る際は、PPF2 っていうすごいこう防御服を着た人たちがつけるようなマスクをつけないと乗れないって、そういうルールができたっていうことをお伝えしましたが、だからねすごいいろいろ探したの、日本でも。でも見つからなくて、そしたらご近所さんがなんかこれを買ってくれたの。なんかすごいね 99% なんかフィルターみたいな感じのマスクで、箱から出してもうなるべくかさばらないように箱から出してきたんだけど、うん、これも、はい、一緒に手荷物として持ってます。で、うん、今飛行場の、ルフトハンサーの人に、そういうマスクをしないと乗せてもらえないのかって聞いたら、そういうマスクしてなくても大丈夫だそうです、うん、ローマ行きの飛行機はそういうのをつけてなくても大丈夫だそうです。ダンボールのパッキングの他にスーツケースのパッキングなんだけど、私のスーツケースはね機内に持ち込めるサイズのものです、まあ、いつもね預けるんだけど、でその中身は洋服です。身の回りのものね入れてます。でね、今回日本でショッピングしたから行くよりは荷物が増えてます、うん、だからね閉めるのすごい大変だったんだけど、大体ねそのスーツケースの中身を少なくするために帰る日の洋服っていうのが分厚いものとかかさばるものとか重ね着できるものなんかを着て帰ってきてるのね。だから空港でねいつも汗かいてんだよねで、今回はおせちを作るためのおせちの材料も持って帰ってきました。だから少しは日本らしいおせちが、今年来年来年のお正月は、うん、食べれると思います。で今回結構いろんなものを持ち帰ってきたから当分日本のものを楽しめるんじゃないかなって思ってるんだけど、毎回パッキングは重労働です。でもやりがいがあるよね、それだけいろんなものが持って帰ってこれるからさ、うん、ということで今回はこの辺で終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ。